両29型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。特注型、もしくは海中5型とも呼ばれる。同型艦4隻。第一次世界大戦で U ボートが通商破壊によって大きな戦果を上げたことからそれに倣って通商破壊を主眼において設計された。機関出力を半減し、速力を13ノットで我慢した代わりに、 後続力を前型の1.5倍の急戦乖離とした。また海中型の系列で本型だけ12センチメートル砲を装備したのも通称破壊戦を前提にした装備と言われる。1918年度の86艦隊案により全部で4隻が建造され、1923年から翌年及び1927年に収益した。このうち魚31は、 竣工前の講師運転中に事故により沈没し、大艦が改めて建造された。旅29は太平洋戦争開戦5年前の1936年に除籍された。旅30、旅32は開戦後の1942年に除籍。その後は大竹の海軍潜水学校で訓練用に経由され、戦後解体。旅31は開戦時は、 老齢のため予備艦だったが、1942年8月には、米機動部隊来週に備え犬坊崎沖に配備されたこともあった。1945年5月に除籍され、戦後解没処分された。1924年11月1日に、ロゴ大潜水艦と改名。両29型潜水艦は先に巡航した、両 29, 両30。 三32で1個潜水隊を編成し、スケチンの固有番号を与えられて、第25潜水隊を編成した。第21潜水隊は後に巡航した、三31を編入して4隻編成となっている。佐世保鎮守布石の両29、旅30で編成。その後遅れて巡航した、十31、三32を編入した。当初は魔工用工部に配置され、 有事には通称破壊に着手できるように配慮されていた。早期に巡戦型の収益が始まったため艦隊には編入されなかった。速力が13ノットに留まったため主に警備に使用された。隠密行動が新上の潜水隊でも謎の部隊で昭和9年以降の消息が不明瞭となっており、所属艦の除籍により昭和17年4月1日に 解体されたとされる。ありがとうございます。